どうもグリです。トレクルやっていきましょう。ということで今回はですね、スペシャル等新ダンジョン来ております。で、トムズワーカーズ伝説ですね。エキスパート行きたいと思うんですけれども、今ですね現状放送をさせていただいておりまして、みんなとねいろいろちょっとパーティー、みんなにいろいろパーティー教えてもらって、キットパー、これだと解放も、必殺技も使わないと。まあ、使ってもいいよみたいな感じ。まあ、使わなくても勝てるんじゃないかなっていう感じのパーティーですね。うん。で、まあ、解放も本当に何もついてないレベルな感じです。はい。これで早速いきたいんですけれども、スモーカー入れてるのは、道中の、アイスバーグですね。アイスバーグが、即属性なので、そこの部分での、攻撃要因になっております。で、今回ね、そのガチャゲーを比較的使いたくないっていう感じ。うん。なので、今回、キッタマーガチャゲーになっちゃうんですけど、そう、サブはあんまり使いたくなかったんで、こんな感じの、ちょっとね、イレギュラーな編成になってます。で、道中、ただひたすら、殴っていくだけ。という感じですね。まあ、これ、本当、教えていただいたパーティーなので、はい、皆さんに感謝ですね。うん。みんな感謝です、本当に。で、ただひたすら殴ってきます。で、必殺技のため、もう必要ないっていうことなので、殴っていきます。で、まだですね、1回しかやってないので、正直どういう動きをしてくるかっていう詳しいところはちょっと分かってないんですけれども、アイスパークが 20% 以下になると何かやってくるっていうのと、あとトムさんが生き返るっていうやつですね。最近コロシアムとかでもあった生き返るやつですね。一回倒しても生き返ってくるっていう、そんな感じです。で、最後のところなんですけど、まあ、キットの必殺技使ってもいいし、まあ、使わなくてもいい。まあ、使った方がでも、まあ、楽なのかなっていう感じですね。うん。はい。ドン、スロットチェンジ。で、周り、これ結構、大してその防御力は高くないので、全然貫通できますね。はい。で、さっきやった時もそうなんですけど、一回受けると。で、20% 以下にすると、ちょっとめんどくさいので、はい。一発受けます。で、攻撃4002ですね。はい。スロットはあんまりよろしくないんですけど、まあそこは致し方ない。はい、突破。よし。さっき一回行った時は、アイスバーグだけ落ちたんでね、トムさんまだ持ってないんですけど、タッハ、うん、カウンターの構え。で、カウンターの構え、これ、攻撃ターンまでに、瀕死にしてしまうと大丈夫らしいです。体力回復、結構ね、もう3分の2ぐらい回復、まあ、3分の2以上ですね、回復してくるんで、うん、まあもう一気に決めちゃいます。まあ、キット使わなくてもいいと思うんですけど、こんな感じですね。ほんとね、久しぶりに、うん、スペダンの動画、あまり上げられてなかったんで、はい、まあみんなとね、一緒に放送させてもらってるっていう、ちょうどよかったので、はい、久しぶりに撮ろうということで撮っております。落ちてくれ。ああ、落ちない。落ちない。まだ落ちない。うん。そう。うん。そう、今放送中なんでね、右側にコメント出てると思うんですけれども、うん。さっき一回言ったらログボン、お、落ちた。そう、ログボン、そう、ログルフィの本が落ちるんですよ、今回。あと、オーズとか。はい。なので、結構周回したいなと思ってるんですけど、うん、で、やっぱね、フレンドさん見ると、あれ？ちょっと待った。あ、これレア枠だ、多分。ちっちゃい頃のフランキー。まだ出てないんですけど、うん。で、ログルフィの方も出るし、マジか。
あ、でちょうど今ですね、これ動画ちょっとここで終わりになるんですけれども、トムさんまだ落ちてないんで申し訳ないんですけど、今ですねコメントでいただいた通りですね、右側に、はい、コメントありがとうございます。トムさんの必殺技は非戦長効果無効5ターン回復して、はい、有利な効果を発動するという必殺技。どういうことだろう、どういうことなんだろうね、有利な効果ってなんだろう、なんだろう、まあ、ちょっとまだ落ちてないんですけど、はい、みんなちょっと落としてね、試しに使ってみるなり、はい、まあ、俺もねちょっともし万が一使ってみて、トムさん使ってみた動画撮るかもしれない、あ、撮らないな。はい、ということで、まあ、今回この新イベントが12月1日からになってます。で、12月1日スゴフェスがありまして、今回このダンジョンをやってる、ちょっと前に最初スゴフェスを引いたんですよ。スゴフェスを引いて、はい、で、それを動画で、それもね動画上がってると思うんで、ぜひそちらもご視聴よろしくお願いいたします。で、他にもね特訓の森の、動画だったりとか、まあ、結構自己満動画が結構多いんですけれども、はい、まあ、いろいろご視聴いただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回は、トムズワーカーズエキスパートキットパーで行くという感じでした。サボとか、サボとか、あとはログルフィとかギアサードとか、もうみんないろいろパーティー教えていただいたんですけど、結構いろんなパーティーで行けるみたいなんで、はい、みんなで集会して本を集めましょう。頑張りましょう。それではバイバイ、グリでした。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですねチャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ。またね。